なんで俺こんなキュウリ好きなんだろうって思ったらさ、木島龍太っていうひらがなの文字にキュウリって入ってるの。種をそぎ取ったのね。これで大人のオーロラソース。アラスカから転校してきた子がいて、人一倍オーロラに対する憧れがあるのかもしれない俺。まずカレー粉、キュウリの種の方も入れちゃいます。皆さんこんにちは、料理家の木島龍太です。さあ、今日作るのはですね、牛肉と野菜のカレー炒め、そこにオーロラソースをかけて食べるっていうね、料理なんです。オーロラソースってさ、最近あんまり聞かないんだけど、これね合うのよほんと。特にこのオーロラソース、今後いろんなとこで使えるかもしれません。是非復活してもらいたいと思います。なので今日は最後まで是非ご覧いただいて作ってみてください。よろしく。材料はこちらです。動画概要欄でも見れます。さあ、まずパプリカから。パプリカはこんな感じでヘタのところをポコッとやって、種も取っちゃいます。バキッと。でこれを半分に切って 7、8mm のいちょう切り、ちょっと短いから斜めにこんな感じで切っていきます。切りづらかったら裏返して断面を上にした方が切りやすいかも。まあ今日はキパプだけど、別に赤でもいいし、何だったらピーマンでもいいし、その時あるものね使ってください。はい、続いてきゅうりを切っていきます。もうね、俺きゅうりの炒めたやつすごい好きなのよ。でいろんな炒め方を木島の引き出しにはあるんだけど、今日はこんな切り方します。これきゅうりってさ、まっすぐなようでまっすぐじゃないから、左右対称になりそうなところを選んで切ります。ここかな。はい、ピッとまっすぐ入れて、包丁をこんな感じでぐーっと手前に引いていく感じ。はい、縦半分に切れました。そしたらさらにこれを半分に切っていくの。こんな感じで、ね、いろんなねきゅうりの切り方、きゅうりの炒め方を俺ね研究してて、なんで俺こんなきゅうり好きなんだろうって思ったらさ、木島龍太っていうひらがなの文字にきゅうりって入ってんの。この間気づいた。名前入れ替えていくと田島きゅうりになるの。はっと思ったよ。やっぱ俺きゅうり好きなわけだと思って、これ運命です。俺がきゅうり好きなのは。田島きゅうりって、別名田島きゅうりで裏チャンネルやろうかな。種をそぎ取ったのね。種をこうやってそぎ取りました。種って水分がすごく多いので、加熱すると外側は割と硬いんだけど、種のところだけぐじゅっとしたね、潰れるような感じの食感になっちゃうので、一緒に食べると外は硬いんだけど中がぐじゅっていう、ちょっと好き嫌いの分かれる食感になるので、僕は種を取っちゃいますね。なんだったら取って別々のタイミングで炒めれば全然気にならないから、これ取っとくといいと思います。これ4等分。これ伝わるか分かんないんだけどさ、名字の1文字目と下の名前の1文字目を変えると、どんなかっこいい名前の人も変な名前になる。だから木島龍太だったら利島九太になるのね。きゅうりの種の方も切っていくよ。こんな感じでね。そう、一緒にくっついてるとぐじゅっていうのが嫌なんだけど、別になってるとそんなに気にならないと思う。多分ね、加熱したきゅうりが苦手って人はね、結構その食感のギャップが嫌だっていう人多いと思うんだ。さあ、では、ソースを作っていきます。今日作るのはオーロラソース。ちょっと懐かしいかな、オーロラソース。最近あんま聞かないよね。なんか俺が子供の頃、オーロラソースっていうとなんかちょっとおしゃれな食べ物だったんですけど、80年代は。さあ、マヨネーズにケチャップを混ぜるのがオーロラソース。ちょっとタバスコを足すと大人のオーロラソースになると思う。これうまいよ。ここにちょっとこれだけだと濃いので、お酢で少し伸ばします。あー、いい匂い。これで大人のオーロラソース。さあ、ここにじゃあ、サラダ油を入れて、まず牛肉を炒めていきます。今日は牛の切り落とし。俺いまだにこのさ、牛肉を使った料理を紹介するのに抵抗あんだよね。高いじゃんやっぱり。特売の日に作ってくださいって感じです。でもね 100g しか入れないからね。でもこれ豚でやってもいいんだけど、この料理やっぱ牛でやったらうまいんだよね。さあ、色が変わってきました。そしたらここできゅうりの外側のところ入れます。炒め合わせていきます。なんかさ、ほんとさっきも言ったけど、80年代ってさ、オーロラソースってちょっとおしゃれな、なんかシュリンプカクテルとシュリンプカクテル、80年代って感じだよね。小学校の時の同級生にアラスカから転校してきた子がいて、オーロラってすごい綺麗なんだよって。俺らわかんないからすげえオーロラすげえみたいな。人一倍オーロラに対する憧れがあるのかもしれない俺。さあ、きゅうりに少し焼き色がついてきた。そうしたらここでパプリカときゅうりの種の方も入れちゃいます。で調味料入れていきます。まずカレー粉、これ好みで多めにしてもいいですけど、小さじ1から2ぐらい、お砂糖、ちょっと甘みがあると美味しいです。だからこっちの方はさ、後でオーロラソースがかかってくるわけだから、そんなに濃すぎるよりはちょっと薄味に仕上げといた方が馴染みがいいっていうか、バランスがいいよね。でお醤油、醤油を入れると一気に香りが立ってまいります。多分きゅうりを入れて今 2,3 分ぐらいかな。きゅうりも少し火が通ってこう柔らかくなってきた。パプリカもしなっとした。はい、はい、これを盛り付けてソースをかけて完成です。お疲れ様でした。いただきます。うまいよこれ。最近これに近いもの食べたなって今思ったんだけど、ケバブサンドの中、牛焼いたやつ、きゅうりとか入ってないけどに、このオーロラソースでしょ。あれ生きてたよ、オーロラソース。ケバブ屋で生きてたわ。いやすっごい合う。この牛肉のうまみ、きゅうりのシャキシャキなんだけどちょっとホクホクした食感、パプリカの爽やかな甘みがカレー粉でスパイシーに炒めてある。そこに甘酸っぱいオーロラソースが乗っかってめっちゃうまい。このさ、料理にオーロラソースをかけて食べるっていうのはまたリバイバルしてもいいと思うぐらい美味しいですこれ。合うんだもん、すっごく。みんな好きな味だと思うこれは。唇噛んじゃった今で。さっきさ、アラスカ帰りの友達の話したじゃない、オーロラ素敵だっつってさ。ちょっと調べたの今、オーロラソースってあのオーロラのことかなと思ったら、オーロラっていう言葉自体はその朝焼けとかっていう意味があって、このオーロラソースも朝焼けとかっていうのから語源になってて、あの空のあのオーロラもその朝焼けみたいなのが語源になってるんだけど、これあのアラスカのオーロラとオーロラソースは直接はつながりない。だからイボ兄弟みたいな感じ。イボ兄弟ではないか、なんかまあなんか親戚ぐらいな感じだけど直接の関係はないそうです。大変失礼いたしました。というわけで、ぜひこのオーロラソースね、リバイバル復活するかも。いいね、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。なんか1個多いかぶったね。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。また見てね。アラスカ行きてえ。行ってよ。また行きたい。アラスカまた行きたいです。